はい、おはようございます。始まりました。今日のワンコンティニュー。本日のゲームはこちら。TM ネットワークライブインパワーボールというゲームですね。TM ネットワークがライブをパワーボールでするらしいですよ。パワーボールってどこですか？わかりません。というわけで、こんなパッケージ画面ですね。まあ、おなじみっちゃおなじみなんですけどね。これ表黒ですけど、背中は白というか2色なんですよね。ねえ。まあ、どんなゲームなのか知りませんけど、まあ、アドベンチャーであろうことぐらいは知ってますけど、TM ネットワーク私あんまよく知らないんですよね。いや、ね、小室哲哉さん、キネさん、あと一人だね。やれば思い出すかな。やれば思い出すかな、わかんない。今出てこない。ね、よし。というわけでやっていきましょう。私は知らないということを念頭に置いて、見て、優しい目の目で見ていただければと思います。はい、というわけで今日のワンコンで一回ゲームオーバーするまでどんな感じのゲームでしょうかとかお送りできればと思いますが、まあ、アドベンチャーなのでね、多分時間で区切るになるかな。どこまでやる形になるかな。このゲームはゲームオーバーあるかどうかとかは知らないのでね。さあ、シャドウゲートシステムだったら面白いけどな。そんなシステムのゲームはねえか。音出てるかな。あ、SDI 計画で打ち上げられた。戦略防なんちゃらかんちゃら、世界各国の都市に壊滅的ダメージ。なんかえらいことになったらしいです。何年っつってた？あ、見逃した。見逃したっていうか、なんで、核ミサイルが次々と爆発して、1999年12月26日未明。結構20年ぐらい前の話ですね。地球が銀河系から消滅したんですか？はあ。一人の少年の生存を許した。どういうこと？巨大なエネルギーが一人の生。1989年12月22日、コロセウム打ち上げ2日前に、少年はタイムスリップしてしまったら、ああ、そういうことか。なるほど。不思議。コロセウムの暴走を止められるのは彼しかいない。ああ、だから過去に戻って、クロノトリガー、なんでもない。地球の未来は今、少年の手に委ねられたの。なるほどね。画面ずれてないから大丈夫かな。画面ずれてるかもな。大丈夫かな。あ、ずれてるっぽいね。いや、ずれてないか。いや、ずれてない、ね。ずれてない。よし。こう、音出てなくていいのかな、この場面。これは今、どういう状態ですか？おお、びっくりした。ちょっと、撃たれてますよ。ちょうど日本の辺りが撃たれてますよ。いいんですか？たかし、宇都宮。あ、聞いたことある。聞いたことある、レベル。哲也小室、知らん。知らないわ、無理があるな。あ、この人が、杵直人さんっていう人だね。どの人がどの楽器をされてるかとも全然わかんないな。よく、ゲームになろう、しようと思ったよな。どういう感じなんだろう。あ、どうなんだ、この曲も手掛けてたりするのかな。CBS ソニーグループ、なんちゃらかんちゃら。まあ、やってみましょうか。ニューゲーム、コンティニュー。まあ、ニューゲームで。ああ、少年の名前？全くわかんないな。タイムスリップしそうな名前でいきましょうか。はい、よし。いきましょう。あ、何ですか？TM ネットワークって書いてあるね。あのドット数でも TM ネットワークって読めるね。サングラスの主張がすごい。ようやく試験も終わった。ある休日、僕は久しぶりに愛用のパソコン MUE に向かっていた。そしてオープンしたばかりのネットワークゲームにアクセスを試みていた。突然、緊急メッセージがモニターに飛び込んできた。ほう。わわわわわ。わわわ。緊急通信。第1次。戒厳令発令、現在時刻。戒厳令ってなんだっけ？ 1999 年12月24日。あれ？これ、今現在1989年だから未来からメッセージが来たって意味なのね。多分そういうことだね。この通信に切り替える本日、戦略防御衛星、コロセウム暴走、核ミサイル迎撃用。レーザービームを無差別に発射する。その結果、世界各国の核爆弾が次々に爆発。
周辺の核と核とあ核都市に壊滅的打撃を与える。モスクワ、ベルリン、チューリヒ、パリ、ニューヨーク、ワシントン、北京。現在通信回線遮断至急、近くのシェルターに避難せよ。なおコロセウムの暴走に関し現在その原因を究明中。どういうこと、どういうことだ。今のパソコンの画面に向かっていたのは1999年の話で、それで核ボーンで少年がドゥーンってことね。そういうことね。でどうなるの、どうした、何が起こったんだ。まあ分かる、もう私も何が起こってるか全然分かんない。あ、ここはどこだ。同じこと言ってしまった。ここはどこだ。テキストと同じ感想を言ってしまった。なんか楽器、スタジオっぽいですか。ドラムはなんかあのアクリルの向こうにあるな。調べるな、急に楽器だ、だろうね。これギターですか、これは。ピアノ、キーボードか。キーボードとかシンセサイザーとかの私はあの区別がついておりませんけど、旧式のコンピューター使い方が分からない。そういえば、IO のコンピューター MUE はどこに行ったんだ。こんな時 MUE さえあれば。そうなの、 MUE ってそんなすごいの。こうやってカーソルで調べるやつでさ、画面が動くのちょっと珍しいね。なんかどこ調べればいいんだろうね。まあこのプレートとか調べてみる。なんもない。ドアか、じゃあドアをガチャン、ガチャンか。あ、開けられた。スタジオって書いてあるね、多分ね。スタジオ1、開かない鍵がかかっている。じゃあまあこっちになっちゃうよね。あ、開いた。ミキシングルームみたいな。はあ、ミキシングをするルームですね。ここは開く？ここは開かないよね。開かない。じゃあとりあえず今行けるのはこうミキシングルームしかないですね。はい。カランコロンカラン。調べる。なんか、マウスがある。電話なの？電話、受話器か。あ、コロセウム。SDI 計画っていうのがそもそもよくわからないね。我が国における SDI 計画の偉大なる第一歩、コロセウム打ち上げまであと2日。そのコロセウムの打ち上げを、10年後に暴走するコロセウムの打ち上げを今から阻止するぞっていう話。毎朝新聞、コロセウムだって。そうだ、僕はコロセウムに関する緊急通信を自分の部屋で聞いていたんだ。このポスターは TM ネットワークスーパーフェスタ、アットパワーボール。パワーボールって本当どこなんだろうね。そういう、その、スタジオ、ライブハウスがあったのかな。あ、TM ネットワークのポスターだ。でも、やけに古い日付だな。古い日付だな。ああ、そっか。この少年はまだ、タイムワープしたことに気づいてないのか。ミキシングの機械だ。そんな時、受話器を取ったら何かが、電話かかってきたとか、そんなことない。この部屋から出る。な、大丈夫？あ、何かにつまずいたぞ。何につまずいたの？ああ、IO のコンピューター MUE がこんなとこに。MUE って何なのかな？そんな形なのね。1999年式スーパーファジーコンピューター MUE、RUN。ファジーって言葉が、ね、なんか、こう、あ、よく用いられた時代ってあったらしいですからね。うちの洗濯、昔使ってた洗濯機もなんかファジーモードではあった気がするな。何なんだファジーって。何？アクセスデータ。データ。緊急通信データ。これさっきのやつね。振り返れるわけね。99年12月20日。これは、
コロセウムが暴走したことでコンピューターを遮断させられてか乗っ取られたみたいなことか多分。アクセスどこに、あ、何これ、なんかアクセスできるらしい。あー、これで調べるというか、なんかあれなのね、なんか検索というか調べられるのね。私のタイムカウンターと著しい差があります。先ほど記録された緊急通信のデータと合わせて総合的に判断、結論、タイムスリップ遭遇、タイムスリップ遭遇、おめえすげえなこれあれか、このコンピューターは人工知能というか意思を持ったというか、そういうことか多分。核爆発の影響により巨大な重力場発生、その結果生じた時空の歪みに巻き込まれ時間を逆行したものと思われます。すごい、なんだって理解が早いなポスターできません。ちょっと機械的なものじゃないとアクセスできそうにないですね。まだじゃあ、まあタイムスリップしたのはまあいいとしてというか、なるほどということして、なぜこのね、この機械まで飛んできたのか。ああ、MUE コマンドが出てきた。じゃあそのミキシング機材の方をちょっと MUE してみよう。MUE してカニカニどこかにってことでしょ。電源が切れていてアクセスできません。出力するデータがありません。出力するデータがありません。まあ、とりあえず電、スイッチが切れてるらしいぞ。まあ、誰、村田、誰、おい、鍵がかかってただろう、どうやってこ入ったんだよ。さあ出てた、もうすぐリハーサルが始まるんだ。サインなら後でもらっといてやるから。あ、この少年はただのファンとみなされたのね。おおらかな時代やな。なんか僕は何が何だかわからないまま外へ追い出された。うん、だろうね。エピックソニー5階スタジオ、TM ネットワーク使用中。あ、ここはソニー、今のソニーミュージックエンターテインメントみたいなとこなのかな、つまり。あ、誰だお前は、君どこのスタジオに用があるんだ。いや、多分一般人であることは多分気づかれないのかな。どうする、殴る、面白そうだぞ。おっ、これはゲームオーバーチャンスだぞ。どうする、どうする、この2つどうしようかな。僕は1999年から来たんだ。分かった分かった、君のそのパフォーマンスはオーディションの会場で披露してくれよ。会場は3階だ。さあ行った行った。あ、なんかはーんあ、ここは受付なのね。受付で何かご用ですか。君のこと知りたいな。仕事中ですから黙秘。何かご用ですか。5階のステージ、スタジオ。あ、さっき、今までいたのは多分5階のスタジオなのね。これどうやらゲームオーバーチャンスじゃないな。オーディションだって？あ、じゃあもう3階に行きましょう。うわぁ、なんかすごいな。ニューフェイスオーディション会場。おぉ、すごいな。パンクボーイ。よ、お前どっから来たの？すごいな。どうする、ぶん殴る、殴るがない。1999年がタイムスリップしてきたって面白いじゃん。それぐらい働きかせないとね。ああ、わかるわかる、そういう時代だもんね。オーディションの整理券は持ってないのかね。だったらちゃんと1階の受付でもらってきなさい。たらい回し、そんな簡単にもらえるもんなの。じゃあスタジオに一旦行ってみよう。ダメだって整理券くんだ。
ないんですけど、該当項目はないんですけど、だからごめんなさい。いや、そのオーディションの整理券のことを聞きたいんですけど。あ、これ、あった、目の前にあった。本日のオーディションの受付は終了しま、あ、なくなった。じゃ、もう一回。困ります。あ、また君がいい加減しろ。このビルは関係者から立ち入り禁止なんだ。あ、怒られた。今すぐ出て行きなさい。僕だ。あ、スタジオに忘れてきた。ちょ、もう。あ、優しい人ですね、この人は。多分。君に会いたいって人がいるんだ。ほう。あ、5階のスタジオに連れて行かれた。ゲームオーバーチャンスだと思ったのにな。あれ、 TM ネットワークが TM のメンバーより少し若いぞ。間違いなく憧れの TM ネットワークだ。まあ徹夜小室さんじゃないですか。この隣が気に打つ忘れ物を教えてくれた。教えてくれたばかりでなく、なぜ会いたいと。このコンピューターに興味がある。そしてそのユーザーである君にもちょっと調べさせてもらったんだが、不思議な代物だ。こんなコンピューター見たことがない。君は一体何者なんだ。僕は1999年から来た。なんちゃらかんちゃらを話した。ほう。そう簡単には信じてもらえないだろう。そうだ、MUE の中にコロセウムの事故の記事がファイルされていたはずだ。ほう、そんなファイルは。これもう一回呼ばないかな。ちょっと、きつい。もう一回、3回目。わかっだろうね。見せたんだろうね。その一文だけでよかったんだけど。そして、新しいゲームかい？ああ、まあそう見えるよね。プロローグに見えるよね。信じられない。そんなコンパクトなマスインに、そこで僕は MUE の性能を説明した。何かやってみてくれない？お？どう？アクセス。何をすればいいんだ？これでいいのか。あれ？さっき俺たちがリハーサルしてた音が鳴り出したぜ。そうなの？本当だ。アレンジもできちゃうの？簡単なのだったらできます。ん？あれ、どうなってんの今。アレンジしたらね。あ、アレンジした曲を聴かせたっていうことね、今ね。そうなのね。今度のステージで使ってみたいな。おお。本当かもしれないね。MUE のおかげで、まあちょっとオーバーテクノロジーを見たらそれなりに信じるか。1999年っていうとドリームキャストぐらいか。大体あのゲームで言うと、その1年後2年後ぐらいにプレステ2か。まあゲーム機で言えばプレステ全盛期ぐらいかってとこか。コロセウムを知っていますか？2日後に打ち上げする衛星放送のことだろう。村田さんに。村田さんはどの方、あの有名な方なのかな、この方も。戦略防衛衛星ってものらしいですね。それはどこの国がどうするやつなの？お前って新聞読むの？多分この感じは多分、あれなんだろうね、その、親しい、あれ？重要人物なんだろうね、この TM ネットワーク3の中で。それはないっすよ。今話題、これが暴走起こすなんて。ローマの闘技場のことだろう。そうです。そうです。間違いないです。間違いないです。いや、違います。合ってます。打ち上げ基地はコンサート会場のすぐ近くらしいぜ。嘘だ。パワーボールの近くなの？そうなの。
なんで防御のための衛星が東京をお釈迦にしちゃうんだろう。そうですね、確かに。あさって打ち上げられるって話だけど、もし君の言ってることは本当だったら何とかしなくては。打ち上げたらもう終わりなの？1999年12月までにどうにかすればいいとかじゃなくて、打ち上げを阻止するの？誰か詳しかったよな。まあ、順番に総当たりやな。土地クルーバーにぶっ壊してまうぜ。荒いな。めちゃめちゃ考えが荒いな。その、なんか、責任者とかになんか、こう、やめなよって言うじゃん。打ち上げ、やめなよって言えばいいんじゃない。積んだ。同じ、ああ、みつこちゃん。みつこちゃんってどの方。ゴロセイムの情報を追っかけている子がいるの。ほう。どの子。冴えてるー。村田さん、みつこちゃん電話で呼んじゃえよ。ののこの手の話だったらすっ飛んでくるはずだから。そんなすぐ来るかな。知り合いのジャーナリストの女の子だという。はあはあはあ、えらい知り合いがいるな。今コロセーブのことを追いかけているらしい。どういった側面で追いかけてるんだろうな。ただその科学技術的なことで追っかけてるのか、もしかしたらそういう危険性を含んでる、ね、10年後にそういう暴走する可能性があるかもしれないというところまで察知してるのか。もしコロセウムが暴走しなければ、君がこの時代に吹っ飛ばされてくるなんてことはならなかったはずだ。多分そうなのかな。君が元の時代に戻るためには、暴走をなんとか食い止めなきゃならない。別に戻らなくてもいいんだけどって思ってる可能性もあるけど、どうなんだろう。10年後に人類の滅亡なんて真に出くわしたくはないしね。10年後ですね。10年後ぐらいに We Are The One とかいう曲を小室ファミリー総出で歌ってたような。それ98年ぐらいだったかな。どうだったっけ、あんまり曖昧だな。97年だったかな。99年って どんな感じだったっけな。目的は一致ってことね。君のために俺たち協力するよ。1909、ああラブマシーンのちょい後か。それ基準なの。他何があったっけな。99年ノストラダムスがどうのこうで、ああだこうだでなんかスルーされてた、はい何もなかったりしたみたいな感じのなんか感じだった気がする。タイムトラベラーとタイムマシンネットワーク、これも何かの縁だよ。あ、 TM ネットワークってタイムマシンネットワークだったの、初めて知りました。そうなの。そして、戻りたい。そして TM ネットワークという頼もしい協力者も現れた。そう、なんとかやってみよう。あ、下の喫茶店に待っているんだって。じゃあ行ってきます。どうした？名前を聞いていなかったね。そうですね。僕の名前はクロノです。クロノ君、俺たちがついてるから頑張れよ。やっぱタイムトラベラーといえばで、あ、電話番号、あ、電話番号は別にこっちはメモする必要ない。なぜなら MUE が覚えてくれるからね。なんて便利。ありがとう。それじゃどういう電源で動くんだろうな。ねえ黒野君、電話番号メモしちゃう、MUE を覚えるんちゃうんか。あ、すごい、なんか10年後ってのはすごい。紙とペンなんて使わないんだよ。ねえ、この時代になってもパスワードをメモしてると、そんなのスクショ取ればいいじゃんみたいなコメントが来るんだよ。それじゃあ後で連絡します。村田さんと、村田さんと一緒に向かうのね。はいはい。行ってみましょう。彼女がみつこちゃん。あ、どうも。
リハーサルが残ってるここで失礼するよ。ああそうなのね。この引き合わせるためだけにこう紹介というか来てくれたのね。君黒野君でいいの？いいか座って何か頼んだら怒ってる。急に呼び出されて怒ってる。それでもただ疑ってるだけかな。不機嫌。コーク。10年後にもコークって飲み物あるね。もうそのさらに先にもありますけど、コークって呼び方したことはないですけど、さすがに。めー、あ、信じてない。信じられてない。ただ村田さんに多分猛プッシュされてここに連れて、それは不機嫌にもなるわ。で説明した。そしたら電話機が公衆電話デザインだね。未来から来たっていうのは置いといて、コロセオのことは詳しそうだ。はあ、何を言う。ゲームオーバーに向かうためにこの辺ぶち込みたいよね。君かわいいねみたいなやつをぶち込み、どうなる。こんな時によくふざけられるね。めっちゃ怒ってんじゃん。表示されてないけど血管が浮き出てる。さて、あれ、あ、コロセウムのことで気になることがある。コロセウム開発者4人のうち1人が4人のうち1人が身を隠している。その身を隠した科学者を追っている。ジャーナリストの感、ああ、じゃあ疑いの目の方ではあるわけね。4人の名刺、ああ結構親密に近づいてる、近づいたことはあったわけね。ハードウェアを担当している丸山教授、そして航空力学の坂本、はあ、ソフトウェアの高橋、ん？ソフトウェアに高橋教授とグザウスキー、あ、4人の行方がわからないのはそのカタカナの名前、はあ、4枚の名刺をセーブした。こう、そんなこともできるんだね。スキャナーも入ってるみたいなこと。すごい MUE ってすごい。あれ、名刺のデータと君かわいいねしか言ってないんですけど。とりあえず丸の内研究所で開発メンバーに会ってみたら、たらい回されるな。ごちそうさまってどういうことだよ。こっちは未来から飛ばされて無一文やぞ。なんなら未来の紙幣は使えないんだぞ。10年も経てば紙幣は変わるぞ。大丈夫だ。あ、セーブメッセージで何？見る。あー、え？到底ヘトネホが起輪する。起輪する。あ、こっからなんか物語が始まるっぽいですね。ここまでじゃない？やる？こっからなのかな？なんか顔面が青い人がいるけど大丈夫かな？君顔面青い。カッパじゃないこの人。あるやろ。黒い頭に緑の皮膚にくちばしがあるように見えるんですけど、カッパじゃないこの人。電話だ。だろうね。ロックデータってなんだろうね。こっから、じゃあ、グザウスキ研究室に直でかけることも、まあ、出るわけだよね。依頼みたいだな。なわけあるか。タイムマシンネットワーク。リハーサル中のためお取り次ぎできません。いや、別に直で出ろっつってないじゃん。なんか、受付の人ぐらいいるでしょ。丸山だ。あ、電話できた。いいの、そんな、コロセウムのことをちょっと聞きたいっていうちびっ子とかたくさんいると思うけど、直接行けさえすればいろいろ教えてくれんの。
あ、すぐ来ないと会えんぞ。頑固そうな人だな。坂本教授っていうなんか聞いたことありそうな字面だったけど。あー、内部情報みたいなことを知ってたの。え？開発メンバーしか知らないことをこの段階で主人公は知ってることあるか。あ、女性なのね。私はノーコメントだ。この人はソフトウェアの人か。怪しいな。あ、この人、これは研究所にあれだね。電話してるのね。待ち。だ。ああ、先に電話しといたことが正解だったらしいってことは。なんだ。ID カードを持ってないと。はい。よこせ。入れたの？ホストコンピュータルーム。いないでしょ。あ、いけた。ロックシステムのデータをキャッチセーブしました。え、それって不正アクセスできるっていうこと？空きさえすれば。あ？あ？パシリ？研究所の人間と間違えたのか自宅の電話番号のメモを僕に渡すと、どっか行った。怪しいな、こいつ。ブラウン。あ、来た。なんかいろいろ情報が増えていくな。この人は何だっけ。あ、君かわいいねがない。ゲームオーバーになりそうなのこれかな。開発チームが変わる段階は終わっているんだけど、こんなことが本当に起こるかどうか。この人はそうか、航空力学だから別に飛ばす飛ばさないの話であって、別にそれが暴走するしないの話ではないもんね。だからソフトウェアがやっぱ怪しいってよね。そうなると悲しそうな目をしていた。はあ。トップシークレット。あんまり派手に動き回らない方がいいと思う。なるほどね。派手に動き回ればゲームオーバーできるかな。丸山教授。これ最後。あれ？あれば。なんてこと？ってことは。まあ、いないか、いないよね。ここは？まあ、入れないでしょ。あ、開いた。あ、いや、そうなの？なんで？わあ。え？まあ、いいや。外に出るともう一度調べる項目は何が違ったんだろうな。ここは留守でしょ？もういない。わかっとるわ。え、なんか、あったじゃん。なんか、縦であったじゃん。もう外に出よう。電話、あ、なんか暗い。あ、ミスコだよ。おいっす。さっきはごちそうさま。なるほど。あ、丸山教授。おお、なんか雰囲気のある人だね。この人がハードウェア。ハードウェアって言うとどういうこと？その側を作ったってことか。なんで説明すればいいのかしら？タイムトラベラーです。教授、記者会見の時間です。じゃあまた後で。何しに来たん？何しに来たん？セーブメッセージが来てます。見る。ああね。
オーディションの話どうなったんだろうね。あのパンクの人たちはどうなったんだろうね。満席。教授は何か怯えている。自宅へ行くっきゃない。あ、そうなんね。逆探知した。すげえな。 MUE すげえな。やべえな。 MUE って楽しいやつさ。サンキュー。じゃあ行けばいいのね。マッチマンション。インターホンで話すことにした。開けられんじゃん。 MUE があれば開けられんじゃん。ブラウンって誰？あ、入り込んだ。一旦開けた扉はもうあのいつでも開けられんのね。 MUE やべえな。めっちゃ踏んぞり返ってる。叫んだ。ベネフィ、お前がマネーターみたいな、違うの？そんな人物は、お前が電話かかってくるっつったんちゃうの？え、どうなってんのこいつ。何よ、バカな。クザウスキーには絶対に近づくんじゃない。ほう。あ、寝た。なんかある？もうなんか今ん？気のせいか。まあいいや。なんか今動かなかったこれ。気のせいか。カバン鍵がかかってて開くことはできない。どっか鍵あるんちゃうん貴様。当然だよな。目の前にいるしね。ロックデータってなんだろうね。これが後で開くんだろうな。正直この状態から動けないってことは、この部屋でまだ何かやることがあるってことだよね。できればいいんじゃないものか。ハサミとかないその辺に。脈はある。この動画いつ終わらす。
なんかアクセスできるものがあるのかな。電子機器みたいなところがないとアクセスできないよな。なんだろうね。こいつは寝た時点で実は積んでるんですみたいなことがあったらえらいことだけどな。かけられるとかあるかな。坂本教授の自宅がどうのこうのくだりはどうだったっけ。その着信履歴が残ったりする時代でもないから、もう出なかった時はもうそれで終わりなんだよ。ポケベル的なのがあればまた変わるのかな。まあないんだろうけど、どっか行くとかあるかこれ。いや詰まりましたな。あ、何？なんでそんなとこにあって、わかるかんだもん、バカじゃねえよ。こんなところに鍵が置いてあるなんてわかるかも。当たれ、カバンが開いた中からカードが出てきた。はあ、何これ。どこぞの ID カード。丸の内研究所の入り口の ID データです。この ID データをセーブしたことにより不正に研究所に入ることができますか。まずい電話だ。教授は目を覚ましそうにない。よし出よう。あ、みつこから電話が。はあ、これだけでわかるのね。申し込み依頼したかったらしい。酔いつぶれて目が覚ましそうになる。ああ、なるほどね。もう起きることはないんじゃない？このおじさん。ああ、もう日が暮れていた。そして、うん、怪しいね。ここまでかな。はい、というわけで、謎は謎のままでしたけど、こんな感じのゲームみたいです。まあパスワードはちょこちょこ定期的に出るらしいですね。それをメモさえしておけば積むことはないのかな。どうなんでしょうね。ゲームオーバーっていうシステムがあるのかな、ないのかな。そこの何マップというか
現場で行われているフラグを回収するまでは次のマップに進めないみたいなシステムだから、多分順路通りやっていけばクリアできるのか、どっかでつまずくポイントあるのかな。まあ、さっきつまずくポイントだったけどね、テーブルの上に、ま、無造作に置いてある鍵用に気づけだってマップカーソル総当たりじゃんそんなもんなかなかですね、まあ、そういう時代ですからね。アドベンチャーゲームは大体そういうことがあるあるですからね。というわけで、お送りしてきました TM ネットワークライブインパワーボールというゲームですが、はい、ね、このクロノという少年は地球の滅亡、ね、あのラボスが復活するのを阻止することができるのでしょうかということで、はい、これからのね物語がとても楽しみですねといったところですけれども、だいたい45分ぐらいもうやりましたか。よし、十分でしょう。お疲れ様でした。さよならありがとうございました。